昔々、桃太郎というおじいさんが山へ芝刈りに行きました。わしゃ芝刈るおじいさんじゃ。芝刈りじいさん、ばあさんはコインランドリーに洗濯しに行っとる。あ、ここのコンセント使っていいのかしら。あ、携帯充電しよう。ザックザックザックします。おじいさんが芝刈りをしてると一匹の猿が近づいてきました。うるせえ、あっち行け。猿はどっかに行きました。ザック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 。すると一匹の犬が近づいてきました。あら、かわいいね。このペディグリーチャムをあげるよ。それはおいしいペディグリーチャムでした。どっか行きました。ザックザック。あー、しんど。そこに一匹のキジがやってきました。キジの鳴き声がわかりません。あー、もう夕方じゃ、帰ろ。てか、この芝って何に使うんじゃろう。一方、その頃鬼ヶ島は、いっぱいお食べ、いただきます。うん、美味しい。幸せにしてました。パパ、え、このコンセントって使っていいのかしらね。え、誰かいないのね。ああ。